します。ということで、先ほどですね V ダンス練習しましたので、じゃあ皆さんで歌ってみましょう。いや、そうですけどね、もういいですよね。はい、また明日やりますんでね、ぜひお集まりください。ということで、先ほどちょっとハリー君が到着しなくてドキドキしてましたが、ギリギリでセーフでしたので、早速ご紹介したいと思います。ソフトバンクホークスのハリーホーク君、どうぞ。もう日本シリーズ以来ですから、日本シリーズはもうすっかりやられてしまいましたけれども、ね、今年もぜひいい勝負をお願いしたいと思います。さあ続いて我らがドラゴンズからドアラです。まさかの、まず分かる人にしか分かりません、ドアラ君です。まあいいです、なんでこっちから来たかはまあいいです。ということでね、まあいつものようにマスコット対決で盛り上がりたいところなんですが、とりあえずマスコットね、まあ、マスコット対決はちょっと明日にして、今日はウォーミングアップの、あのいつものストップウォッチで10秒ぴったりになった方が勝ちっていうのをまず1個やってみたいと思います。ということで僕はまずチャレンジしますからね、いきますよ。やっぱりやめた、8秒台でした。はい、ということで、まあ、1回ちょっとやってみましょう。一回勝負です。あ、じゃんけんしましょうね。恒例の最初はグー、じゃんけんポン。ドラ君どうしますか？先攻後攻。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ハリーでしょ、早かったのね。なんかね、最近ね、譲り合うんですよね。ドラ君この間、9秒、10秒0いくつが出ましたからね。さあ、自分のタイミングでいいですよ。さあ、どうでしょうか？もうね、そろそろ1回ね、ぴったり出てもいいかもしれないですけどね。怖いんですけどね。あ、今日はダメだったようです。今日はダメ、全然ダメです。僕よりダメですね。11秒45、全然ダメです。11秒45。さあ行ってみましょう。自分のタイミングでいいですからね。これ今日はね、これで勝ちは占ったりしません。今日はね、ちょっといつもと思考を変えておりますので、ドラ君11秒45に対して、ああ全然9秒60ということで、まあね、大きなプランはハリー君が勝ったということで、ということでね、今日はいろんな対決をやろうと思ったんですけど、明日にしますんで、はい、またね、こうなりますね。デイゲームだとね、お客さんが熱いだけなんですけどね、代々になりますとマスコットがどんどん熱くなって日陰に寄っていくっていうね。はい、もうちょっと見えないからね、もうちょっと真ん中行ってくださいみたいな。はい、じゃあペンを渡します。硬いですか？もちろん。はい、どうです。もう頑張って影に行ってますよね。ということで、今日は何をやるかと言いますとですね、お客さんにも考えてもらおうと思いますが、クイズ大会をやるんですが、お互いのことをね、ちょっとクイズに出してみたいと思いますので、とりあえずちょっと、まあお互い、ハリー君もドアラはもちろんそうなんですけどね、まあ褒められると伸びるタイプですので、お互いのいいところ、こいつのここはすごいぞっていうのをお互いにちょっと書いてもらいましょうか。いいところはないんでしょうか、これ。こいつのいいところ、頑張って探してくださいね。何か書きましょう、何か書きましょう。ハリー君、ペンが止まってますけど大丈夫ですか？ドアラ君がハリーのすごいと思うところはパワー。まあね、皆さんご存知の通り、去年オールスターゲームでマスコット代行のハンマー投げ対決やったのをご存知でしょうか、ね、そこでハリー君実は優勝しましたからね、パワーがすごいと。そしてハリーが思うドアラのすごいところ、耳毛があるところまあ耳毛はないですね、ハリー君ね、残念ながら。来年あたりちょっと耳で生やしてもらって、ぜひ名古屋ドームに来てもらおうと思いますが、さあここからはただウォーミングアップでクイズやっていきたいと思います。どちらかというと、まあ、みんなマスコット同士は実はこの間、実はレオ君とかマオ君とかみんな仲良しなんですけれども、お互いのことをどんだけ知ってるのかというのをね、今日お客様にも考えてもらいながらやってみたいと思います。じゃあまずドアラに関するクイズを出してみたいと思います。ドアラが自分で答えを取ります。ハリーはドアラが合格だろうと想像して書いてもらう、こういうクイズになっております。それではやってみたいと思います。ドアラの
今一番行ってみたいところ、日本もあります、海外もあります。ドアラ君、ドアラが一番悩んでますけどね。ドアラ君思い浮かんだの書いてもらえるんですが、行ってみたいところ、ちなみに昨日札幌行きました。札幌から昨日の夜遅く帰ってきましたけども、その前仙台に行きましたけども、まずはじゃあ答えは隠しておいてくださいね。ドアラ君が今一番行きたいところ、ハリー君、SKE48 の劇場。お、惜しい惜しい。ドアラ君、答えはトイレだそうです。ということで、ハリー君残念でした。ドラ君が今一番行ってみたいところ、それはトイレだったそうです。さあ、そしてはハリー・ポークの関する問題を。ハリー君の好きな、芸能人、女性タレント、歌手、さあ答えてもらいましょう。まだドラ君見せないでくださいね。好きな女性タレント、歌手。おっと、ハリー君消しましたよ。よろしいですか。じゃあドアラ君が思うハリーが好きなタレント、女性タレントはこの人、ネタ秋田美女。また出てしまいました。困った時のね、このうち怒られるんじゃないかと思います。ハリー君、答えは武井美ちゃん。武井美ちゃん、会いたかった、ここに来ちゃったからね。残念ながらソフトバンクの CM にも出てましたけれどもね、惜しかった。ドアラ君何回も会ってる人ですよ。惜しかった、非常に惜しい。さあ続いてこんな感じでクイズが進んでいきます。ちなみにね、僕さっきこれをやろうってさっき思いついたんですけど、クイズ全く問題考えてきてなくて、今手探り状態でございます。じゃあドアラに関する問題です。何しましょうかね。ドアラ君が今日食べたいもの、この後食べたいものを書いてください。ハリー君はドアラが何が食べたいかを想像して、小学生の問題みたいになってきましたけど、好きな食べ物何ですかみたいなのですが、今日食べたいものですからね、好きな食べ物とは違います。これ本当にね、2人にも打ち合わせ全くしてませんので、2人とも非常に困っておりますけど、何か書いてくださいね。何でもいいですよ。ハリー君、よろしいですか。じゃあドアラが今日食べてみたいと思っているものはこれだと、答えを出してください。どうぞ。はい、ハリー君、コアラのマーチ。コアラのマーチね、惜しい惜しい、もうちょいでした。ドアラ君、正解はポテト。全然違いますね。ポテト売ってるよとね、後でちょっとハリー君に買ってもらってください。さあまだまだ時間ありますので、どんどん行きたいと思います。さあ今度はハリー君に関する問題。ハリー君は今日実はこの前にね、ちょっといろんな動物さんと会ってきたようなんですが、ハリー君が一緒に写真を撮りたい動物、好きな動物ではないです、写真を撮りたい動物、行ってみましょう。とにかく答え毎回止まっておりますね。ハリー君まだ隠しておいてくださいね。動物当てに行ってもいいですよ。当てに行ってももちろんいいんですよ。今誰か2人ともね、お互いにまだ当たっておりませんから。はい、じゃあまず答えはまだ隠しておいて、ドアラ君が予想するものはこれ、犬。お父さんもいますしね。そうですよね。今僕の答えで、僕の答えで出てきませんでした。大丈夫ですか。さあハリー君、正解は秋田県庁。動物じゃないですよね、人間ですね。まあ動物といえば、まあ、人類ですけれどもね、同じ人類ですが、人類じゃないですね、動物ですが、ダメですね。さあもうそろそろ1問ぐらい当たってもいいんじゃないでしょうか。今のはハリー君に関する問題でした。今度ドアラ君に関する問題、全然考えないんでね、今非常に困っております。何しましょうかね。聞いてみたいものありますか。困った時にお客さんに、はい、どうぞ大きな声で。ドア、ちょっと待ってね。ドアラの、あ、こっち来ちゃう。はい、
生まれた年、これ答え分かっちゃうんじゃないかな。生まれた年、ちょっとヒントを出します。ちょっといいですか。あのね、実はですね、あ、これ言っちゃうとあれだな。はい、いいです。じゃあ答えてもらいましょう。ノラ君に正解と。あれ、生まれた年、生まれた年ね。もう笑うしかない。壊れてきました。ちょっと待ってくださいね。ノラ君まだ答え出さないでくださいね。はい、ハリー君、じゃあ正解はどうぞ。正解じゃないですね。現在1000年。実はね、多分ね、皆さん思ったと思います。1994年かなと思ったと思うんですが、あのノラのプロフィール詳しい方はご存知だと思います。あのシャオロンとパオロンはね、生まれた年1997年、名古屋ドームができた年にシャオロンが生まれました、1999年の優勝を記念してできたマスコットとしてパオロンが2000年に生まれました。ノラは実は1994年にプロフィール上ですよ、名古屋球場で拾われたんです。生まれた年ではありません。本人もその前の記憶がいまいちなくて、拾われた年が94年、まあ、いわゆるマスコットになった年ですので、生まれた年は、答えはどうぞ。秋竹城で、完全に壊れてきました。ね、これお互いのことを全く知らない感じですね。さあ、それじゃあ最後、もうちょっと早いな、もう一問いきましょうか。ね、じゃあ今度、ハリー君に関する問題。はい、ハリー君が、もしですよ、ハリー君に兄弟じゃないんですよね、実はね、あの役じゃないんですね、あのどう見たことありますよ、福岡のね、同じような人たちがいっぱいいらっしゃいますけれども、兄弟はいません。兄弟ができるとしたら、お兄ちゃんお姉ちゃん、どちらが欲しいでしょうか。ノラ君は答えてくださいね。お兄ちゃんお姉ちゃんじゃなくてもいいです。どんな兄弟が欲しいか。困った質問だね、これね。僕今質問しといて非常に困っております。じゃあお互いにせーのでいきましょうか。せーの。やっぱりお姉ちゃん、飽きてる。まあね、なぜどうやってそこに行ったのかよくわかりませんが、まあ仕方ないです。さあ、じゃあ最後、これはね、お互いに、じゃあ真ん中にちょっと来てもらって、熱いですけど真ん中に来てもらって向き合ってください。お互いのイラストを、似顔絵を描いてもらおうと思います。これが最後になります。これね、上手かった方が勝ち、何の勝ちかわかりませんが、まあ勝ちにしましょう。じゃあ今から1分以内で書いてください。用意スタート。なんかね、後ろでやたらチアドラゴンズ盛り上がってると思ったんです。 OB の方が見えております。さあ最後ですね、お絵描きで決めてもらおうと思います。ガチで書いてもらっていいですか。ね、これお客さんも見てるだけです。盛り上がるのは秋田城だけでございます。さあ残り30秒、なんとか形にしてくださいね。野原さん、そこから頑張ってしっかりやるべきやっておりますが、さあ残り20秒となっております。もうハリーって結構上手ですね。残り15秒前、決めたいと思いますけれども、どっちが上手に描けたか同時に見せてもらいましょうか。せーの、じゃん。どうですかね。なんとなく2人とも絵心がある感じですよね。さあ、それではお客様の拍手でジャッジしたいと思います。これドラゴンズファン、ホークスファン関係ありません。ドアラが描いたハリーの方が上手だと思う方、
構大きな拍手ですね。さあ、そしてハリーが描いたコアラの方が上手だと思う方、またね、いつものように非常に拍手が同じぐらいですということで、この対決はもう引き分けとさせていただきたいと思います。今日はですね、実はハリー君、あ、じゃあペンもらいましょうかね。実はハリー君、去年と大きく変わったところが一つありましてね、実は秘密特訓の成果で、あ、今日はやらない、わからない、わからないね、じゃあ来週しときます。それについては言いませんということで、お楽しみいただきました。ここまでマスコットミニショー終了となります。ありがとうございました。